達とあふれちゃったんでしょ。よかった、通りかかって。でもちょっとラッキーだったかも。え、どうして？レジュになりたい、リア充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 になりたい。よし、これだけ言えば大丈夫だろ。こんばんは。今回で2013回目の討論になります。朝までヒリアルテレビ。ゲストは非リアルグループの皆さんです。こんばんは。今回のトークテーマもどうしたらモテるのかについてです。それではゲストの皆さんの経験を踏まえてトークテーマについて話し合っていただきたいと思います。よろしくお願いします。僕はやっぱり清潔感だと思います。服装や髪の長さなど普段の身だしなみを心がけておいて損はないと思います。なるほど。また好まれる服装の傾向として調査した結果が次のようなグラフになります。どうぞ。多くの現役女子大生は異性の清潔感のある服装を好んでいることが分かります。またコメントとして、綺麗めな格好は清潔感がある、私はやっぱりシンプルなのが好きとの声が上がりました。知的さ、程よいフィット感に関しても落ち着いている印象で安心して頼れる感じがすると高い評価を得られています。では次は私が。結局顔だと思います。え、では次にヨンスさんお願いします。やっぱり僕としては優しさじゃないかと思うんですよね。男たるものやっぱ優しさがないと。ダメ、優しいだけじゃダメ。え、でもヨンスさんありがとうございました。では最後にヒロさんお願いします。自分はやはりかっこよさに尽きると思います。ただ容姿が良いというだけではなくて、普段の立ち居振る舞い、また何を頑張っているかなど、さまざまな要因がそこにはあると思います。どういう人がかっこいいのか、またどのような人が憧れる存在なのか。はい、結果、このモテ度 X に対してヒリアード Y、 はい、モテ度 X に対してヒリアード Y が反比例する条件というのが、女の子に対してアグレッシブになり、金銭的面でも、はい、ヒリアの夜はまだ続く。メルステ、メルステ、メルステ、つらいよ。どうも皆さん、こんばんは。愛されたいね。私たちフィリアルグループはメンバー全員がフィリアであり、リア充、過去恋人ができた人になって脱退するという目標のもとで活動しております。愛されたい、愛されたい、ただそれだけです。ちなみにこれまでの脱退者数、なんと1名です。それでも僕たちは頑張って歌い続けます。